ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。おはようございます。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは速報です。ゴートウルフの海へ波浪警報が出ております。ゴートウルフのビーチ方面の海域では波が高くなっており、警報が出ています。波の高い状態は今日一日は続くかと思われますので、海付近にお住まいの方はお気をつけください。海上や海岸付近では高波に注意し、むやみに近づかないようにしてください。なお、夜にはうねりを伴う見込みです。続いてニュースです。山岳地帯でヤギの放牧が始まりました。ヤギが放牧されている時間は朝の10時から15時までです。餌やり体験なども行っているそうなので、普段見慣れないヤギの姿を見に行くのはいかがでしょうか。本日、オートラプラス方面の沖合で巨大な魚が確認されました。以前からオートラプラス方面で全長10メートルの巨大な魚の影が目撃されていましたが、その全容は謎に包まれていました。しかし、本日正午、たまたま海でクルージングを楽しんでいた男女が巨大な魚の尾びれを撮影することに成功しました。最後にニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。先日、町を挙げての盛大な結婚式がゴートウルフで行われました。町で一番のパン屋の息子さんと花屋の娘さんが、先日、町の人々の祝福に包まれながら結婚式を行いました。お二人は町では有名なカップルだったそうで、その仲睦まじい姿に幸せを分けてもらったと、町の皆さんから多数のコメントをいただいています。お二人にインタビューをしたところ、結婚に踏み切る際にベレトさんの応援があったそうです。町の皆さんもベレトさんの祝福の角笛でお二人が結婚されることを知ったとのこと。お二人の後押しをしたベレトさんからは、好きな人同士が一緒にいられるなんて本当に嬉しいことだよね。最高の結婚式だよ。とのコメントをいただきました。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報。まずは遅延情報です。湖畔の町から山道口の村を移動する馬車を引く馬が疲労により休憩をしており、発車時間が遅延しています。馬が水と草を食べ終わるまでもう少し時間が必要だと思われます。次は活火山の稼働状況のお知らせです。火山島の町の火山活動は高まった状態が継続していましたが、地震活動や膨張を示す傾斜変動に低下傾向が見られています。しかしながら、地震の回数は増減を繰り返すなど、地震活動は現在も継続しております。引き続き、地震が発生する可能性がありますので、火山島の町の皆様はいつでも避難できるよう準備をしておいた方が良いかもしれません。最後に、修繕工事のお知らせです。ゴートウルフの教会の鐘の修繕工事が始まります。かねてより教会の鐘の修理のための募金を募っておりましたが、つい先日予定金額に達したようです。一週間後には修繕工事が始まります。教会の修繕が終わるまで鐘によるミサや集会の開始合図ができませんのでお気をつけください。工事が終わり次第お知らせさせていただきます。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからは
ニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。各地、今日は一日雨になることでしょう。午後になるにつれ、激しく荒れると予想されます。雷を伴う恐れがありますので、皆さんご帰宅の際にはお気をつけください。明日以降のお天気です。今日の雨が嘘のように、ニューエデン全域は晴れ模様になると予想されます。しかし、常冬の村方面では、前日の雨の影響で、氷が降る恐れがありますので、ご注意ください。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。まあ、大変！セーターをうっかり洗濯して縮めてしまったわ。お気に入りのセーターだったのに、ショック。またこれと同じくらい素敵なセーターが見つかるかしら。そんなお困りの奥さんにはこちら、のびーる柔軟剤。こちらは特別な配合を施された柔軟剤なんです。縮んでしまったセーターだって元通り。お気に入りのセーターをいつまでも使っていただけます。よかった、主人がプレゼントしてくれたセーターだったから安心したわ。縮んだセーターでも何でも元通り、のびーる柔軟剤、ミルドットでしか手に入れない。皆様お早めに。以上、ここまではニューエデンニュース。提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。飛び飛ばせ、じゃんけんぴょんの